日本の小説家記事、宮城英子による小説である。単行本は2007年10月5日に、ジャイブより刊行された。単行本の想定は、片岡忠彦による。単行本の総画には、画家ヒエロニムスボスによる、祭壇が、閲落の園が用いられている。文庫版は2010年5月7日に、ポプラ文庫、ピュアフルより刊行された。文庫版の総画は、 五十嵐大輔による。革命家だったと言われる父親を持つ愛原誠は、生まれた直後に、当時15歳だった母親、未知を亡くし、祖母や愛気道の達人であるひいばばのほか、児童相談所で児童福祉士として働いているおば、エミや経済学を学ぶために、国立大学に通っているおば、ルミ子に囲まれて育った。誠は、 中学校では優等生としての地位を獲得していた。南地と呼ばれている南一は体が小さい上に軟弱であり、成績もかんばしくなく友達が一人もいなかった。南は周囲のものには理解することができない奇怪な絵を描いていた。誠はある時南が描いた絵を見せられ、二人は次第に親しい間柄になっていく。ヒエロに結ぼす。 閲楽の祖の歌人の穂村博士は結論から言うと閲楽の祖のは傑作だった。氷の海のガレオンにおいて哲学的な命題にも見えた主人公の苦しみをより現実的な問題として捉え直すことで前人未踏の次のステップを踏み出せたのだと思うと評価している。本の雑誌社によるサイト、ウェブ本の雑誌には 普通の子を大人だけでなく子供も求める学校という閉塞した環境に対する戦いの小説でもあります。素晴らしいと思ったし、衝撃を受けた一冊だったとする書評が掲載されている。書評家の藤田香織は実績なんてないに等しい作家なのに、これだけの空白期間があって、また単行本が出るというだけで、まずすごいわけです。好きだ。という以上に、 言葉が見つからないと評価している。ありがとうございます。